はい4番ですはい5番です5番さん魅力低いのは大丈夫ですか名前もやばいしなあはい大丈夫ですわかりましたはい、えーと。この部屋9人超人気局のランダムシロの部屋ですちょっとここから特殊ルールなんでちゃんと聞いててくださいね、えー、チャットのシロにつきましては2日目以降の占い結果と霊能結果バグ報告とシステム系のトラブルこの4点だけです COC 賞につきましては、前日全高等で行うので、チャットにて COC 賞を書き込んでしまった場合は、その人が釣りになってしまうので気をつけてください。彼らの守り先につきましても、前校等、前日全高等です。はい、ここまでで何か質問ありますかこの部屋で重要なのは、ンはね、ランダム白の部屋であることと、 えとチャットの使用が2日目以降の占い結果と霊能結果、バグ報告とシステム系のトラブルだけしか使えないということですね。はい、それではゲームスタートします。CO ができない。負け越してるかそれはわからん。そんなことはないと思うけど。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。オオカミか。 夜が来ました。目を閉じてください。占いでは出たくないなぁ。ただ盤面的に2が占いで。うん。えでは自分も。2千0 0服こうぜ。では自分も。<laughs> <laughs> あとはどうするかはお前次第だぜえっ占い出ないんですかって <laughs> おいいね2,000やるならいいぜ別に。 でも発言的には2の方が本当は占い出る位置だからね。朝が来ました。弱いよ、占い狼出ないの。昨夜もレイノーが2人出たら特にな。5番、のプレイヤーは6番、発言してください。5番、らしじゃん。発言してください。間違いか 絶対1バックしません私7番ちょっと待って待って待って。発言してくださいはい。<laughs> どういうことうなじでしたと。6番さんマスターじゃないのかな大丈夫かなで ?5 番さんは発言なしで回したと。あ6番さんお帰りなさい。なんか不安な匂いしかしないですね。うん 5番、6番に関しては精査することができません。まあ基本的に結果以外は全コードなので、潜伏等変なことをせずに、<laughs> うん、シンプルに出て、まあ基本的に盤面次第ではありますが、2、2、2、1、うん、例のロラからかなって感じですね。はい。まあ、これ以上特に喋ることもないんで、うん、5番さんちゃんと発言してくれることを願っています。8番。 のプレイヤーは発言してください。えっと、6番さん、把握してたら、え、う、っ、ん、と、まあ、把握してるかちょっと確認なんですけど、5番さんから発言が始まって、5番さんが発言せずに1秒ぐらいで飛ばして、うん、6番さん接続切れだったので、そのまま7番さんに飛ばして、7番さんが今の発言をしたっていう感じの進行です。発言してたごめん。じゃあ、俺、把握してなかったわ。申い,いや、してない。うん、2周目、ちょっと期待しますというところ。うん、えー、っと、ま、あそうだね、高騰使用のみなので、 了解です今年を飲みなのでうんとまあ一周してまず盤面確定してからっていう感じかなと思いました7番に関しては特に印象ないですね用、うん、もなかったので、うん、かなというところです、うんはい、とりあえず盤面確定したら、えーとまあ、それに合わせてしっかり考察を伸ばしていきたいと思いますはいえっ、ー、と特に1周目しようないです以上です9番のプレイヤーは 発言してくださいうん率直に「なんだこの村は」というふうになっておりますが、まあ、6番さんはまあこのまま普通に続けるでしょう5番さんに関しては発言していませんだったら今すぐたす切りの方してきてください、えー、2周目5番で発言できなかったらもうフルオープンして、えー、5番釣るってなるでしょうで、えー、7八の精査はまあ精査っていうほどじゃないんだけど7番は色落ちないよね、まあ、5六に対してわからんなって言っただけ8番の方が印象はいいよね、えー、5番は発言してないよ今5番たす切りいかないんだな うんだったら普通に嵐だったんじゃないかなって思ってるちょっと56に関しては色付けができないえ僕の発言が聞こえてるんだったらすぐにタス切りして2周目で発言してほしい c o があるんだったら絶対してほしいからだじゃなかったら今日5つるしかないってなる5はちょっとなんか最初にちょごめんな始まる前の話だけどなんか嵐なんじゃないかみたいな話出てたから俺は怖いよ、まあ、8が印象良かったとしか言えないです以上1番のプレイヤーは発言してください はいおはようございます。塩、えー、とはありません、えー。困りますね、この村。うん、正直、みんなが5、6に触れすぎ、まあ、触れるのも当たり前なんだけど、のせいで、色落ちが全くしないっていうところが、一番問題なのかなっていうふうに思っています。えー、2、3、4、5、6もかな。塩、えー、仕様まあ、絶対にしてください。うん、あるならね。 で、えっと、8番さん、9番さん、7番さんは特に色とも印象もない発言だったけど、8番さんっいうのは6番さんに対する説明っていうところで印象はまあ良かった。うん、9番さんも8番さんの方が印象いいっていう視点は似ていたまあそうなるよね理由ぐらいしか言うことができないんだよな。うーん。薄い考察になってしまって本当に申し訳ないです。2番のプレイヤーは発言してください。 はい、占い師よ占いよ1番出るんだ一番三四郎でした <laughs>。出るんだ 1> 1番。まず2週目の6番に聞きたいんだけど、6番のルール説明で、チャットに関してってしたけど、5もあなたも釣り対象なんじゃないのと思ったけど。まあ6は、まあ,まあ落ちてたのはいいよ。それ答えても、ね。それぐらいかな。俺5は2週目どんな発言してても 5, 5釣りでいいかなって思ってるけど。 それぐらいかな7、8、9に関しては特にって思ってるかな。別になんか5、6に触れ,る触れないみたいな。別に5、6にしか触れれないと思っているから、別にそこは要素でも何でもないと思っているから2周目の発言だと思っています。えっと、6番さんに関してはえっとどういうジャッジするのかお願いしますね3番のプレイヤーは発言してください。 まあなんか56のせいで色が分かりにくくなってるけど2番に言っとくと俺は56は同列に扱うものではないと思ってて6番はバグ報告してるだけだよね5番って全然質が違うじゃない発言したしてない9番に対して多す切りしたしていないその発言だから5と6を同列に扱うべきではないつるのは5だけでいい6はバグ報告は OK だってちゃんとルール説明で言ってるからそうだそうだ5番のはバグ報告ではないだろうおずりでいい問答無用 4番のプレイヤーは発言してください。そうだな。全然この色落ちしてないよなっていう感じだな。ええ、い5番さん、6番さん発言してないし、7番から、うん、8、9、もう別に色落ちてないっていう感じ。もう3番も3もそうだしっていう感じで、まあんまり色落ちてないか分かんないっ <laughs> て思っちゃった。いいえそうだな。5番で役職がもしあったら嫌だなって感じ今日はごついいと思うが。 役職あったら嫌だったなって感じがしている <laughs>。うーんってどこぐらいかな正直皆さん色落ちてないと思っている。どこが白いともなんとも言えないんだよな、本当に。うーんって感じですね。ちょ自分もあんまり色落ちないと思うんですけど。わ、うん、かんねえな、これ。っていうかこう、これ、おこれわだったら、配送でもいいかなと思っちゃった。やだ、以上です絶対やだ。絶対やだ。 絶対やだ聞聞ここええててまますすかよね僕、最初にさ、三四郎って言ってすぐ回したんですけど、あなたたちが聞こえてないだけですよね。今聞こえてたら、あなたたちが聞こえてないだけですけど、僕は三四郎って言ってすぐ回しました。はい聞こえてませんか聞こえてますよね。聞こえてで三番さんは五六同列に使うべきではないって言ってたんですけど、僕も七番さんに聞こえてないみたいな、僕が発言しないってことは結局は聞こえてない。誰もチャットバググの可能性を示唆して、僕は発言したって言ってるんです。さんんに関してても言っきたで してますって他にも聞いて聞き逃してる方いるのかなと思ったら全員聞き逃しちゃったんです一番最初の発言だから気に入ってたんです。<laughs> だけじゃないんですか一番最初の数秒で。僕はらしても何でもありませんよ。<え>3シローはっきり言ってますからね。でちなみになんですけども、これ配送でもいいと思ってます。僕だってツる流ガでしょ。占い師で使用して3番白って言ってなで、3番白って言って、一番最初にすぐ何も言わずに、考察を伸ばさずに、えっと、回した理由は僕なりの新目の取り方だったからです。あと7番さんに聞かれかるんですけど、8番さん、まあ、8番さんもギリ分かるけど9番さんに関して、は進行論も伸びてない。恥ずかしいですねあなた。た6番。のプレイヤーは発言してください。なぜ バグで戻ってこれなかったのは本当に申し訳ないなって思っています。で、塩があるんですよね。僕、冷媒なんですよで。で、おそらく、まあ、5番さんっていうのは、どっちみち、まあ、チャットを使用してしまったことっていうのは悪い。まあ、僕も若干、その説明はしていたが、僕もチャットまがいなことを一応してしまった。まあ、一応バグ報告だったんですけれどもね。その点、僕も悪いと思ってますが、5番さんに関しては確実にルール違反なんで、今日5番さんを釣ります。5番さんの色っていうのを見て、明日2番さんを釣るかどうかっていうのを決める。 っていううところででいいいいんじゃないでしょうかういや、だからそういうのやめましょうって。だから5番さんをする。っす僕ね、5番さんね、ブロックリストに入ってたんですよね。今更なんですけれども、ちょっとブロックしようかなと思って、ブロックリストにこう登録しようとしたら、すでに入ってたってことなんで、やっぱり5番さん、嵐なんじゃないかな。というか、そもそも、ごめん、僕が接続してたのが悪いんだけど、接続切れてるのが悪いんだけど、切れてるのが分かったら、ちょっと長引かせて欲しかったかなとか思っちゃいましたかね。 それ以外に関しては特段色が落ちていません。申し訳ないです。なんかメタ要素とか入ってしまうので、一旦こうクリアにした状態で、とりあえず5番を3を釣りましょう。うん、今回の進行としては、じゃあ占いの欄、霊能が一角した状態なんで、占いの欄ということで手を打ちましょうか。とりあえず5番を3を釣る。うん、はい、そんなところですかね。うん。まあ役に関してはまだ出なくていい。カリドに関してはまだ出なくていいです。おそらくだが、まだ噛まれない。 2番も噛まれないし、おそらく噛みとした僕に入ると思うので、仮度は出なくていいです。わかるかなうん。はい、っていうところですね。以上です。しかも3強癖。うーん、どうしようもないですね。うん、まあ自分のもそうなんだけど、8級に関してもそう。色落ちないよねっていうところ。ただ、唯一印象悪かったのは2番3かな。 五六、うん、するって言ったけど、そこに関しては三番さんの言う通り、六番さんに関してはバグ報告だけだからね。二番が狼で五六の村を知っているから釣りに行ったように聞こえてしまったね。ちょっとひねくれた見方だけどね。うん。三、まあ、番さんはその指摘はまあかった。まあまあ別に白目ってわけじゃないけど。うん。三番さん自身も七八九全く触れなかったからね。二番さんの色清掃もしなかった。まあしょうがないと思うよ、これに関しては。 まあルール違反でゴーズリーだったらゴーズリーでいいと。まあ、接続切れてるから、正直言ったら、2番さんつって、6番さん今日しか生きられないから、いるみたい。5番このまま放置したいんだけどね。うん、まあルールだからしょうがない、ね、8番のプレイヤーは発言してください。さいはい。まず、えーと、ルールとか流れ的に今日ゴーズリーを把握しました。うん 5番さん3番3に白出してるんですけど、聞こえる聞こえてない別にして、3番3っていうのはすごく5番3を叩いていたので、5ずり1本とまで言っていたので、5がローだった場合、囲いはないのかなと思います。5がローだった場合、3は白くなるのかなと思いましたうん<え>。まあちょっとランで行くなら2番3、5の結果見てからだけど、2つ,るつらないに白、2が死んだら白っていう感じですよね。うん。 っていうとこです、ね、特になんかみんな色落ちなし色落ちなしっていうのばっかり1周目言ってたので2周、うん、目の最初の,方の僕もあんまり色落ちないとしかちょっと言えなくてですね今日5を釣り1で5が老軸だった場合どこか基本的に皆さん老を叩いていた後半の方々は叩いていたので、まあ、5、老で相方がいるとしたら前半の方かな、まあ、7、九とかになるのかなってちょっと思ってます以上です <laughs> 9番のプレイヤーは 発言してください。まず発言だけだったらぶっちゃけ色落ちはそんなないと思ったこれ1347に僕言っているんですけどもただ、えー、僕は8番はおかしいなと思った5がローだったら3は白くなるんじゃないかなって俺5が真だったら3は白でしかないし俺ねぶっちゃけ5が真だと思ってます何でかっていうとこの村ってま今日5ツになんだ。らしゃあねんだよ5番発言聞こえて誰も聞いてなかったじゃない 言ってないんだよ。誰も聞こえてないんだから。って言いたいけど、俺、正直5は真なのかなってちょっと思ってます。なんでかっていうと、えー、占い2番で出ていた、3、4と出なかった、えー、で、5番が占い C をしたけど、俺、5番人外だったら、これ、霊能で出てたと思う。6、えー、2番が真の占いっていう風に見えて、だから5が占い C をしてるのは正直俺5が真なのかなとは思っている。なんで、えー、まあ、8番の目線がとりあえず黒かったってことと、4番に関して、えー、時点4なんだよ。なんでかっていうと、あの、盤面5、6、 消えてねえけどだいぶ固まってないか考察が薄いなってうーんうん1番のプレイヤーは発言してください9番さん途中で切れちゃったけどえっ、ー、と そうだね、俺も結構9番さんと同意見で合心なんじゃないかなって思っちゃってるかな 6, つるあ 6, さん6番さんのまあンコでゴツルルリハだからっていうのは飲むからゴツルリなのはいいけどっていうのもちょっと理由が違って五が仮にローだったら占ない別のところから出るんじゃねって思っちゃったんだよねあ<ー>、うん、でも五がわざわざ 2周目出るってよりは、5の占い死をしてないっていうふうにみんな進んでたわけだから、他のところから絶対出るんじゃないかなって思っちゃう。うん、っていう、まあそういう理由になっちゃうけどね。うん、ただまあ、結局6番さん0、えー、確定してるんで、5つって色見てってところで始めていいんじゃないかなっていうふうには思う出れないよね、占い。うん まあそういった意味で、と9番さん、その発言が出たってことから、まあ、えー、仮に合心2ローとかだったパターンだと、2級っていうのは結構薄いのかなっていうふうに見えた。うん、正直、他の人は、なんだろう、結構、んじゃあ、5つりましょうみたいな、そういう流れの発言しか拾えなかった、まあ、8番さんに関しては9番さんが突っ込んでいたから、まあ、同じことになるんで言わないけれど。 なので、2> 強人番今2日目以降、しっかり話し聞いて精査したいかなっていうふうに思っている。うん、今日は5番さんだね。うん、2>, 2番のプレイヤーは発言してください。俺のあのさ、人狼なんだけど、いや、まあ絶対に勝てないから5番に新名争いで。はぁ<ー>。いや、あの、メタでしかないんだけど、 いやまじつまんねえなって思っちゃった。ちゃんと出たね相方には悪いんだけど、うん、俺のを見てさ、まあ。これで俺に入れるのもいいし、5番に入れるのもいいと思ってるけど。ほんとあのさ、3番に言われたけど、5、6同列に扱うのどうなんて言われたけど、6番別に接続でれから帰ってきただけなんだから、バグでしたなんていらないと俺は思っているから。6番自身がルール説明でチャット, <laughs> チャット云々に関して、 チャットしようチャッットオケーなのはって言ってるんだから、別にいらないと俺は思っているから、そういうふうに言ったのね。やめろってもう。それぐらいかな。ごめんね、相方には。ちょっとつまんねえから。3番。のプレイださん、発言してください。<laughs> まあ別にそれに対してどうこうっていうのはないけど、これはつるよ、普通にルール違反だからね。 それも5番が決めることじゃなくて、6番が5ズリで続行するって言ってるんだから、5ズリでいいんだよ。そうそうそう。いや、そういうことじゃない。ルールを破ってるのは5番だから、6叩きはまずおかしいし、2番もだから、またそこでなんかこじれるようなこと言うけど、6番はバグ報告は、バグ報告はいいよって言ってるんだから、6番の発言は俺はアウトではないと思ってるから。5番だけでこうやってルールを無視してチャットしてんだから。なんだよ、この空だから5つって、いいじゃん、それで。 でも2番が人狼使用したんだ。いや、バグ報告じゃないよ、あれは。うん、発言したからっていうのはバグ報告ではない。<laughs> ごずり。めんどくせ。4番のプレイヤーは,は発,言発言してください。えーお、俺も5番リアクシなんか役職とか語ってる <laughs> と思ってたんだけど <laughs>。ああ、なるほどね。えー、ってなると、2番のシーンを言い出した791にまあ相方いるってことでなるんじゃないかと思うんだよな。8番はなんかし。 2>, な2番のシーン 2>, ?2 番のシーンって何 ?4 番、まあ。こ番普通に続けてくれたら。5番のシーンしか思ってないな。ってか <laughs>、やる気がめちゃくちゃ伏せてる <laughs>。っていうぐらいかな。どうなんだろう。まあ5番シーンだから3番はシードでしょ、絶対。ってなっちゃってて、結構グレーズ狭まっちゃってるからな、これ <laughs>。くらいだな。うーん、まあ、これ、そうだなってぐらいかなー。まあちょっとは、 どううなな、んだろうな俺97、うん、のちょっと2のたたきがよく分かんなかったって感じだったけどまあそんくらいかな以上です投票を始めてくださいあ,ありえんオラじゃないべさあ誰が狩りかなこれ3番強人だと思ってるから難しいね6連神かな5番 のプレイヤーが選ばれましたなんで俺5番に付き合わなきゃいけないんだよ ?5 番、のプレイヤーは発言してください。さい別にいいんだけど。いいんだけど。<laughs> うん、一応俺は一番最初の発言で3白って言ってすぐ回した。まあそれはね、あのまあ新目が取れない、取れる、別にして、それで俺が怪しまれるのは別に良かったんだけれども、その聞こえてないっていう発言があったから7番って。 八九で続けてねで俺は一応言ったんだよ <laughs> ただすごい発言が短かったからみんながそのんしなんでそんなお前三四郎みたいなさもは俺の発言があまりに早すぎてその音声として反映されなかったかっていう可能性もあったから発言したからっていうからしいですわ <laughs> こいつなりのあれがあったんだよ <laughs> まあ言いたいことは6番は自分もつられる3番は頭が悪いってことが言いたかったです。はあ、まあ頑張りますわ。ごめんなさいね。いやいやいや、い,ね、いいっすよ、いいっすよ、そんな。しゃあないしゃあない。どうしよ多分、強靭値は 3, 3か 4, 3か4、うん。そうですね。ああ6連が見でい,いと思ってます。うんだよね、4狩人の可能性もあるしな。そう、まあ。頑張りますわ。2番さんはもう全然、あの、うん。 まあ、<laughs> あ、そうだね話。<laughs> 話聞きます,きすよ自爆したいいですけど <laughs>、まあ。どっちでもいいっすよ。<laughs> おい。まあ、自爆してもらった方が強いけどね。まあ、それへんは2番の裁量に任せるわ。<笑><笑>ちなみに、俺だったら自爆する。<笑><笑> 朝が来ました昨夜は誰も死にませんでした。うん一番のプレイヤーは発言してください。勝ち <laughs> <番>に貪欲だこいつはキップしました。こいつは勝ちに貪欲なんだ。夜が来ました。目を閉じてください。 人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。うん、<laughs> さて、任せろ。任せとけ。はははは。 <noise> うーんこれで、ね、勝ってまあ占い師が悪いからしゃあねえわな。 朝が来ましたレンガミは次グッョをこると怖いから6番うん7番のプレイヤーは発言してくださいうんまあ聞くけどもうやる気があんまりないっていうところかな うん。ごまさも最後の遺言い込んでさて言えるんだったら、うん。最初変えちゃってやるう, <laughs> うん。しっかりマイクを見てから話そうぜ。うん。あと、ま、バカとかは言わない方がいいからな。また会ったら楽しくやろうな。そうそうそう,そうそうそう。お、まあ、前<で>誰なんだろうね。まあ、2番さんもそのまま進行したら良かったと思うけど、まあ、3、5のシーンが連れで2乗ろうと。確実にここに教授もいる。今日外したらもう PP も見えるよね。 うーん、わかんねえよ、こんな。まあ、ただ2の相方として3番は薄いのかなって思ってるから。えうん、8に関しては5がローだったらっていう考察を落としてる。まあ、9、1は、うん、5、4に見えるって言ったんだよね。2とのラインを切ったのかなっていう見方もできるし。ただま、それ以上に一番わかんなかったのは4かな。うん。そこで行った人らしが怪しいっていうのと、俺が2番を殴ったの理由がよくわからないんだけど。 うん、2番は3番の言った通り、5、6が発言したからそこ釣るのどうするのって言ったから、俺はひねくれた見方でそこを勝ちに導いている狼さんと見えたよって言っただけ。うん、まあ、思うところに入れたらいいんじゃないですか。うん。うん。わからんよね、正直ね。まあ、4、8どっちかかなっていうところだけど、まあそうだ、ね、8の上人さんもいなかったら、あーいたら PP だしねっていうところで。ええー。まあ、仮縫いをだけしときます。はい、仮縫いを、ね、僕の6番さん守ってるんで。はい。 89134どこでしょうね、うん、あのー、3白です。8番のプレイヤーは発言してください。さいはい。えっと7番さんり人しようって昨日かまれたら6番さんじゃなくねななく ?6 番じゃねと思いましたね。え分からん。えっともし9134で借人が出たら。 え7に行こうと思いますなんかえ六6番守ってたら6番噛まれてないよねって思いましたまあ言い間違いかもしれないんでねちょっと気になったなというところでもまあうん仮枝は出てねって言おうと思ってたんでよかったと思いますこれでまあ3白で他に出なければ7白でまあえっ、ー、とグレー424124198俺も入れてっていう感じですね うんと、まあ、えっと、昨日の二週目で九番さんが僕を叩いて、で、一番さんも、えっと、九と視点一緒で、五、四っぽいって言って、軽く俺に叩いていたので、二の相方としてあるのは。まあ、発言で見ると、一か九かなと思うけど、四番さん全然色が落ちなかったのも、ちょっと気になるなっていうところですね。発言聞いて、一か九に現状行こうと思って九番。のプレイヤーは。 発言してください8番さんは1か9なんだじゃあ8狼四4強人とかそういう感じなのかなって正直思った僕まあ7番さん狩人なんで言わなくていいんだけどうん23ローないです5番が3シロなんであ8番は占いの内訳がおかしかったりそれ7番のまあ番失言っていうかまあ単純に把握漏れちゃっただけなんだろうけどて6番グッジョブってあれだろレンガミだったってことですよ7番が言いたいのは。 6番でグッジボが初日日起ここっってて目噛まれたってことやろ4行きたくねえんだ4番ってのはさ2番の占いが「死ん」だと言った何までだ791みたいなこと言ってたけどさ俺2番偽なんじゃないって5番があのタイミングで占いで出るんだったら「真ん」なんじゃないかなって考察したんだよ8番は5がオオカミだったら「3」が「白って言ってるけど「5」が「死ん」だったら「3」「白でしかないよって話だから俺は正直8か4ならやっぱ「8」かなって思う1番 のプレイヤーは発言してください。ええー、九目線一を外すのか。うーん、なるほど。うーん。まあ、俺も現状四番さんが、本当に発、あ,あの色落ちる発言でき、できない位置だから。一旦除いて考えると、八球で。考えると、八の方が釣りたいかなと思っちゃって。う,ん,うん。そう、七番さんに対する扱いがさ。 本当にカリオドなのかなカリオドどっかから出たら7番さんするって言ってるんだけど、現状、強人が絶対にさ、いるんだよね、この盤面。だよね。だから、俺はなんか8番さんが強人にこう、借りたい子出ろよみたいな感じで言うのかなあかみたいな風に捉えちゃったかな ?8 ローでどっかにいる強人に出させて7つってみたいな、そういう、うん、立ち方狙ったんじゃないかなや一番白いな。位置的には一番黒いんだけどな。だ,から,だけこから今8位にしたいかなと。 3番のプレイヤーは発言してください。難しいね、難しいけども、あんまり骨折というような話でもない、2>, <laughs> 2の相方はラストオルフどこなのっていうだけだから、初日に囲ったのが1なのか、苗いてる4がラストオルフなのか、4番のなんかやる気のなくし方って、しかも配送でいいよっていうワードを自ら言ってんだよね、まあ、あんまりめたい骨折みたいになるかもしれないけど、一応発言から拾うしかないから。うん 配損でいいよっていうのは引っかかるんだよな。まあ、それを決めるのはルーマスだけなんだけど、なんで配損とか言ってんのかなと思ってたかな。で、8番はあい、一番おかしいのはやっぱり8で、7番の叩きっていうのは不当だからね。うん、昨日守れてるはずだろうってカメその初日に決まってて、そこ叩くんだ、ね。で、仮対抗出たら7つるまで言ったからね。8が強人の線もあるし、 いや8か4のランだったらやっぱ8から行ってもいいかな。8は今日もローのどっちも8から行くか。2 4、4ロー考えてんのかなのプレイヤーは発言<俺>してください。慣れちゃうでしょうっていう思っちゃうけどな、3番さんに言っちゃうけど。で、僕もカリウドでもないです。つぶなんで、えー、もう7番さんカリウド確定なんで、そうだな。うーん、まあ普通に俺9番でいいと思ってる。っていうか、俺が強引で思う要素って何なのって俺は思っちゃうけど、9番さんに言っちゃうと。 あと9番さんの精査だとなんで1番が入ってこないのかなってこれ思うけどなうーん俺は8番さんが村だと思ったのは俺の5番さんのシーンを上げなかったことなんかすり5番に釣りおらなかったうん5番シーンだと思うよっていう発言をしなかったことが俺しどいと思っているからなんだけどなってぐらいだな、うん、現状まあ9か1かどっちかだとは思っているけどう 俺は九に入れたいかなって思いましたかね。そんくらいです。以上でーす。投票を始めてください。オラじゃないべ。うん。八番。 のプレイヤーが選ばれました。うーん八じゃないんだ。八番のプレイヤーは発言してください。さっせんむらです。<laughs> えーっと、なんか一番さんがすごく、えー、っと、強靭視点といいますか。えー、っと、まあ、四八どっちが強靭だったら。とたらこうたらの下りがあったんで。 ええと、まあ、自分以外の他のところに、狂人塗りして、最後ピピで勝とうとしてる。まあ、狼、まあ、狂人っぽいかなって、一番さん、ちょっと思ったら、一番さんに言えました。一番が狂人っぽい。だね。うん。五番さんがさい、最初三番さんにしん、えっ、ー、と、白出してるって発言して。三番さん、はその五番さんの発言をする前に、五番さん、とで叩いてたので。まあ、五がローなら、勝っ,たってないんじゃないかなっていう意味で言ったって感じですかね。うん。 させ七番さん、あれだね、二連続、二番さんが自爆したから、あのー。六守ったよっていうことね、グッジョブだったんだね、了解了解了解。構わらなかったのかな、ちょっと勝手に持ってました。すみません。村<ー>頑張ってください。八強かな。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼は。人を殺してください。ありがとうございます。<laughs> <laughs> トップバッターかうんうん 朝が来ました。昨夜死んだのは、うん、七番、九番のプレイヤーは発言してください。うん、現状八か三が強じゃなければ負けってなってるんですけど、僕八強落ちてると思ってます。なんでかっていうとまず PP 懸念がなかった点がおかしい。 かからかなで4番に関して僕4番だと思ってますよ。 昨日は8、4どっちか行きたいって僕言ったでも7番が8、4どっちかって言った1番っていうのは2番オオカミが占い師をして、まあ、5番が接続切れの状態だ初日学校行ってのは確かにあるけど昨日はもう発言だけで考えて8、4で考えてたで1番に関して昨日発言は割と白かった僕疑わないんだってそう位置的には別に1は白くないよただ発言で目立つまず4番はまあ、気に食わないんだよね捏造されたのが俺これ合心じゃないかなって言ったのよ 僕は5が死んだっていうふうに見た2番が実際オオカミだったなんで2を死んだって僕は4番に熱造されたのか分かんないしまあ黒いと思うのがぶっちゃけ4くらいしかない48だったからだから4いきたい1番のプレイヤーは発言してくださいはいまあ狂人落ちてる前提で考察します、ね、そうそういうこと人落ちてるとてのはそれいいんだよ目線49ってなるとうーん なんかちょっと変わっちゃうけど俺9なんかなって思っ,ちゃったかな。やめろ。8じゃないなら。え、8番さん本当にごめんね。やめろ。えっ、ー、と4番さんがまあその熱やめるんんは一旦置いといて、昨日の時点で9に黒、9黒って言ってるんだよね、4番さん。あ、9つりたいって言ってるんだよね。うーん、4の1だったら8に便乗してよかったんじゃないかなっていうふうに思うかな。8つって終わんなかった俺じゃん。8強だと思ったんじゃねえね。だって 9、1って別にさ、4、8で4の発言聞いてから決めるみたいな発言してたわけだから、まだ8にで、ああ、そうか、だからか。<laughs> ごめん悩む、申し訳ない。3番のプレイヤーは発言してください。いや、難しいな、これは。これは難しいですよ、巨人目線ね。<laughs> <laughs> うーんここに入れても釣られちゃいそうだからな、俺放棄してもいいかな。これは辛いですよ。 これはつまいですね。8で巨人落ちてないですね。私が巨人なんで、これ私がこれ全部あるんだよね。9番も黒いしね、やっぱりね、今の発言から。まあ4番が捏造してたのはそうなんだけど、それだけで黒塗りするんだ、みたいなところです。1番も今日になって9に向けて始めたわけでしょ。そうなると昨日4が9釣りをしてるのが白く見えちゃうから逆に4を押すみたいな。もうこれ、俺3分の1のギャンブルだから投票しません。 4番のプレイヤーは、はあ、そうか、ちゃんとしよう、禁止なんだ。だい,いや、俺、8番シよだと思ってたもんな。あれ、なんか、9番さん、俺、熱動したかな。すみません、なんか、聞いてなかったんかな。えー、91、まあ、もういいや。<laughs> 3番巨人じゃないと思って、創作するけど。えー、91か、どっちだろうな。うん。でも、1番が9番に、俺じゃなくて、9番に、 えー、ヘイトを向けたのは、俺自身、白く見えちゃうんだよな <laughs>。くらいだよな。や,べやっぱり9番が1番の精査をしなかったのが2日目ね。昨日ね。したのがおかしいと思っちゃうから、んー9番視点1番めちゃくちゃ怪しい位置だと思うけどな。っていうところで俺はうん9かなと思っちゃってる。9の1番の可能なもんだよな <laughs>。って感じかな。3番これ4に入れてくれ、に入てくやべはい、じゃあ9番入れます。 またノブ始めてください。あきるこれ !41 で九いかれる九 <laughs> 番のプレイヤーが選ばれました。おつです。 ゲーム終了。巨人八だしー。八 <laughs> 強か。うわあ四つり。 よし気持ち切り替えよう <laughs> 4番って誰だっけがしょうがないのかなと。 一番釣られちゃったなぁ。まあ、俺は村だったけど。いや危うくルール忘れてチャットで狼使用するとこだったわ。三強かと思って。<laughs> いや危なかったでしょ。俺もね、チャット禁止だったから、あのー、その前の夜にチャット強靭使用して狼あぶり出そうかと思ったけど、あーでも全高等だからチャット、これ強人使用しても釣られるなと思ってやめたんだから、4番しか揺さぶれなかったんだよな、発言順的。 4万、まあ、最後、白かった。いやー、申し訳ないです。なんかチャットを使用してしまって。いや、俺、6番はいいと思ってるし、5番って俺も前やったことあるけど、あいついつも荒らしてるから、あいつ荒らしだよ、基本。うん。あれは5は荒らしだ。5は荒らし。そうですよね。あいつ、バグ報告だっていいいい言ってる、自分正当化してるけど、その後もずっとチャットしてるから、あダメダメ。<laughs> アウトアウト。 1>, 1に入れてた場合3と同票だったか。<laughs> 早く戻りすぎてルマスになっちゃったな。ロワンがルマス村だったけど。ジマさんごめんね。ああ、いいよ全然。気にしてないよ。 100勝てないと思った。うん、っていうかごめん、あの、何より最後つられちゃってごめんね、俺、チャットでさ、オオカミ会話のときにさ、もう4番にめっちゃかっこつけてたのに、負けちゃった。い <laughs> くぜって書いてあったね。めちゃめちゃ初期の頃から知ってるんですよね、なんか、めっちゃ前からやってますよね、一番さんって。 そうですね、することがなくて、人狼しかすることがない時期ありましたね、僕にも。<laughs> なんかまだ僕が実力値が40ぐらいの時に、一番さなんか3000とかあった気がするんで、めっちゃ覚えてますよ。あーありがとうございます。あん時はキークルってやってたんですよね。まあ、今も結構割とキークルってやってますけど。<laughs> 俺も最近なんか一番でよく同損するな昨日も何回か同損した気がするそう,そう,そう,うん、うん、最近そう3番さんよく会うまあまあ始まったらフラットに見てねみんなやりましょうね <laughs> まあそりゃそうさ <laughs> 昔すぐ上がったからな戦闘地本当によし行くぜって言った罪がちょっと和らいできた